下腹ポッコリが改善できて、なおかつ感度が上がり、ED 改善になる PC スクワットというのを今回紹介していきます。たったの5回です。男性も女性も通常のスクワットではもったいないです。今回の PC スクワットをやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、PC スクワットというのを紹介していきます。このスクワットをすることで、反り腰が解消できて、感度が上がり、勃起力が増します。で、一緒にやってもらえたらと思います。この今回 PC スクワットのいいところは、PC 筋、いわゆる骨盤底筋というところが鍛えられるスクワットになります。この骨盤底筋が鍛えられると、男性も女性も感度が上がったり、尿を我慢するのが強くなったり、尿漏れが防げたり、血流が上がるので、ED 改善になったり、いいとこ尽くしであります。今回たったの5回ですので、一緒にやってもらえたらと思います。では、やり方を紹介します。はい、通常のスクワットは、手は頭や前に伸ばして、膝があんまり出ないように、膝に負担がいかないように、その分太ももとお尻に効かす感じで、このようにやっていくんですけども、この時に上手な方はですね、ここから立った瞬間にお尻をキュッとお尻を締めて、もちろんこれで骨盤底筋鍛えられるんですけども、今回はお尻を出した時にここからすでにお尻を力入れて、腰を丸めて骨盤底筋に力をここから入れた状態で上がっていきます。この時に、上がる時にですね、腰を丸めた際に、膝が前に出てしまって上がると、効果が半減します。ですので、膝が出ないように手は下ろしときます。このまま、膝の皿を触って、この時点で腰を丸めて、骨盤底筋に力入れたまま、このまま膝が出ないように、このまま上がっていきます。上がった時にしっかりお尻を締めておきます。これを一緒に5回です。ここから、ゆっくり、1、2秒、腰を丸める。おへそを上向ける。締めながら、1、2、3、といった感じで、1回を5秒かけていきます。2秒ダウン、3秒アップです。これを5回やっていきましょう。とにかくお尻を締める。感覚としては、お尻に割り箸を挟んで落とさないようにするぐらいの感じです。一緒にやっていきましょう。膝が出ないように注意です。いきます。1、2、3、ラスト1、2、1、2、3、はい、 OK です。たったの5回です。5回ですけども、こんなにお尻を締めるっていうことは日常的にやってないと思います。ですので、たったの5回ですけども、毎日やってみてください。昔はですね、お尻を締める力が何かしらあったんです。というのも、若い頃っていうのはよくお尻がですね、擦れてすりむいたりした経験なかったでしょうか。私はすごいありました。いつもお尻が擦れて、お尻とお尻のところが すりむいた感じになって、汗をかいていつもお尻が痛いみたいなのがしょっちゅうありました。で、お尻がですね、やっぱり締める力が弱ってくると、擦れもしなくなってくるので、だんだんお尻がこうやって開いてですね、お尻を締める力が弱くなって、下半身の血流が悪くなる、立ちが悪くなる、感度が悪くなる、おしっこ我慢しにくくなる、そういったね、原因になってきますんで、今みたいに PC スクワット、PC 筋、骨盤底筋とも言うんですけども、そこをしっかり鍛えることで、いろいろな下半身のメリットがあります。しっかり太ももも鍛えられますので、ダイエットしたい方、足細くしたい方、そういった方にもおすすめです。
ですので、普通のスクワットするよりもこの PC スクワットというのがおすすめです。頑張ってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。 SNS もやっておりますので、よかったら説明欄からご覧ください。よかったらフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。 PC スクワットでした。